私たちは福岡博多を中心に活動をしている LYRA ビラです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いやね、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。3日ラストということで、はい、でもね、お忙しい中こんなにね、見てくださって本当にありがたいです。ありがとうございます。それでは、はい、本日は新春ご当地アイドルスペシャルライブにお呼びいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あのね、初めましての方がたくさんいらっしゃると思いますので、ちょっとだけリラの紹介を、させてください。はい、私たちは福岡を中心に活動をしていてですね、はい、月に1回ベイサイドライブホールというところで、あの博多ふ頭にあるんですけど、はい、そこで定期ライブを行っております。はい、そしてこういったイベントにも、出演させていただいております。そして、はい、あの個人でもですね、タレント活動を行っているグループです。はい、では自己紹介に早速いきたいと思います。はい、1年生16歳の村かかれんです。今日は皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、はい、高校1年生の15歳田山優香です。今日は皆さんと会えて本当に嬉しいです。一生懸命頑張るのでよろしくお願いします。優香。はい、高校1年生16歳の青色担当あずみです。今日も皆さん一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。アジュー。リラ最年長、高校3年生です。元気もりもり森さほです。よろしくお願いします。さほー。あのね、今日は今からステージ20分からねやらせていただくんですが、こうリラは結構静かにね、静かな曲が結構多いので、あの乗りにくいなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひね、あの手拍子できそうなところはぜひあのノリノリで手拍子をお願いします。簡単な振りとかも、はい、あるのでぜひお願いします。そしてですね、はい、私たちはインスタグラムとツイッターの SNS もやっておりますので、はい、皆さんぜひハッシュタグリラかハッシュタグすきやけんで検索してチェックしてみてください。お願いします。お願いします。はい、ちょっとね、ステージがね、ちょっとね、大丈夫かな。大丈夫。あずみちゃん、ちょっとな、なんか直してくれ。一緒に行こうか。大丈夫。ちょっと危険がね、あるからね。本当にね、あ、ちょっと、おっ、はい、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。ステージができそうです。ありがとうございます。はい、それでは、次の曲に行きたいと思います。はい。それでは、聴いてください。イメージ。
眩しい花
とうございます。2曲続けて聴いていただきました、はい。この間にですね、足を止めてくださった方もいらっしゃるので、はい、改めて紹介したいと思います、はい。私たちは福岡を中心に活動をしている LYRA リナです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、ここで告知をさせてください、はい。私たちが定期ライブをベイサイドライブホールというところで月に1回やっているんですが、それが今月の18日に開催されます。はい、土曜日です。土曜日ですね。ちょっとね、お時間がある方は本当にね、来ていただきたいので、もうね、盛りだくさんなんですよ、ライブも。なので、私たちのワンマンライブ、ぜひ、はい、来ていただきたいです。よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、次の曲が、最後で、サライドドロップという曲をさせていただきます。そのサライドドロップという曲が私たちのファーストシングルの兄弟曲で、シングルですね、はい。この、ステージが終わった後の物販で販売いたしますので、ぜひゲットしてください。お願いします。そして今回の物販は結構お正月ということで盛りだくさんですよ。盛りだくさんですね。何があるんでしたっけ。はい、その物販の売っている愛じゃないのをご覧いただいたら、そのね、私たち4人と握手をさせていただくので、皆さんぜひ物販に遊びに来てください、はい。そうそうそう、チラシとかも置いてるので、お話だけでも提出してください、はい。そして今回福袋も追加になりますので、はい、皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします、はい。お願いします。お願いします。最後の曲に行きましょう。それでは聴いてください、ソライドドロップ。
足を止めてみてくださって本当に